Once upon a time, in a dream house filled with cakes, Onayroy lived happily with everyone. But one day, the evil king came. He destroyed the piece of the dream house and took away the things people most treasured. It was a big, big baddie. But the people of the dream house wouldn't give up so easily. The warrior of the village, the Iron Fists of Justice, the strong robot, and the courageous Onayroy. With no fear of the evil king, they decided to take up arms against its tyranny. For they were determined to put the topsy-turvy world to rights! かの厄災と呼ばれる争いによって、旧世界が破壊されてから200年以上もの時が流れた。生き延びた者たちは、コイルと呼ばれる組織の指示に従い、ナノテクノロジーを用いて、一体と意識を切り離し、その意識を仮想ネットワーク、クラウンに移すことで、生命と文明を存続させる道を選んだ。その後、知性の安定性と人類に残された時間を考慮し、ガイアを戦前である2100年代の地球に再現。争いの引き金となった銃の紛争地域を銃の供給区域、ゼフィアゾーンと変えた。それから、ガイアで生きる人々の意識は、悠久の時の中、幾度かの編成を経たことで、過去の記憶や世界の成り立ちを忘れ、今では、ガイア創造時に定められたルールにのっとって、日々を過ごしている。しかし、ガイアは決して、完全な安息の地とは呼べなかった。ある時を境に、ガイアの幻想と呼ばれる領域にて、ビスレインと呼ばれるモンスターが生まれ、人類が築き上げてきた文明を起こし始めた。その結果、ガイアの幻想と上層の間にあるガイアが破壊され、レインブレイクと呼ばれる災害が頻発するようになりました。この未曾有の危機に対し、ガイアの自己診断プログラムは人を模した形になり、民に名を持つことで対策を講じ始めた。こうした人型の存在は、今ではボディファイアと呼ばれている。そして、コイルの支援により、オーディンやボディファイアを中心に、対ビスレイン組織、エーテルベイダーが精神拘束した。表向きは勝者であるこの組織を通じて、彼らは自分たちが守るべき文明の一部として組み込まれた。こうして、ボディファイアたちは文明の発展と社会の安寧を守るために、視線から与えられた権限を駆使し、いつ訪れるか分からない危機に備えている。
人間の感情を読み取ることができます。そして我々の中から何でも前から生きている方が、彼らは人間の感情を読み取ることができます。いずれに言っておいて、こうしてるのです。だから、論理上がらず、いずれに全然それでもない。あなた自身に言い切らせてしかない。 Я не могу, 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 я не
意外と使え。兄貴、バラヤサップ、なん、交代。何か、お前、向こう、おたらかってこいよ。この下については、安全で続けて行動する。な、下はこの下については、最初は、無駄な大量点が使われる予定の記録。いやいや、あの、分かってんすよ。まあ、僕たちという使い方のいいコマなんでしょう。これ、せっかくの濃厚やらんしゃと言うの。はぁ、取れて、はい、こっち国面制動しましょう。つけてくれよ、お互いの設計、配属クロス、実行。移し仕事です。早く降りてください。侵入者を排除します。機械の意味が。よっしゃ、兄貴、全部倒せ。ビスレインの女、フォーナイトゴリオン回答、実際にやってみないとそれじゃん。まだ何も言って、私の記憶が正しいわ。シューハラダメって、そういうの。この前局した犯人、事件屋さんで結果を出してくれるのに対しては、ようなる。でも事件室に入らない。はいはい、待てば、ここひどいじゃん。さあ、ね、ゴリオン。さあ、ペアドリーに来い。2 3 1 0 1 1 1 1あなたあれだけの状況はございません。もちろん、すぐ行かれば。やめとけやめとけ、誰もお前に対応しないし、面倒を落とさえ起こさなきゃ、それで言って。んだとこやろ、バレしろや。まあ、別に今はしねえけどな。あと、その人も、待て、あの陰キャンなことだよ。もさ、そういや、それは、はぁ、てめえら、ごめんって。あと、どこだ。はい、これ、西君くらい、彼女、あいと関係してた。くそ、俺の何が、ふざけんじゃねえか、死ね。そういうのもさ、んだよ、んだよ、いろんなことしてるから。あ、んなの、死ぬけ、おいや。それじゃあ、本当にね。しかし、試合の内部状況は今に使われていません。もちろん、新人に軽くて出ないのは危ないですので。で、おえ、よ、失礼します。ご主人は絶対休養して。こんばんは、皆さん。彼女の部屋は、あなたよくにしている部屋の近くで。ご主人さん、今日の入館で行こうと思ったから、全然気にしなくていいわ。そこ、経験の話は後にしてください。アポの前期は、すでに詳しいので彼は、2号と調子して。さあ、皆さん。それ、スピアラちゃん会長とリアラちゃんの目標を把握するのは、はい、2ミリ事故の新人の2人さん。これ、それ、見る。はい、わかりました。以前の事故は、はい、まあ、よろしい。では、あなた。
めなくちゃに。